待ちくたびれたからいろいろと省略、勝負だ。魔王リクスは出現、10体以内に撃破せよ。レイ、お、いい攻撃は強くないけど防御がいいのか。戦う物理特技はダブルスラッシュ、2回攻撃できるぞ。くたばれ魔王。ベルリン立て、壊そうとしちゃって無駄だぜ。絶対崩壊しないからな。ちなみに3ターン防御力が上がるんだぜ。しかも先制、お、これいいんじゃない。これをやる。 OK、 いればベルリンの盾を使った。お、魔法攻撃、あ、防御が上がった。魔法、物理防御、魔法防御が上がった。あ、違う？そうだよね。はい。で、魔法特技ってあったかな？お、なんか、すごそうなのがあった。こうなったら神頼みだぜ。狼よ、この世のものと思えぬ激しい風を呼び起こしたまえ。ということで、なんだこれ。すごい強そう。雷神の鉄槌4444、これ使おう。レイブは雷神の鉄槌を唱えた。おお、すごい。あ、なんか効かなかったのかな。そうか、じゃあこのダブルスラッシュで2回攻撃できるぞということで、これをやってみましょう。なかなか良かったけど、アイスを唱えた。あ、イレイがダメージ受けない。じゃあどうしよう。3ターンだからまだ大丈夫だよね、このベルリンの盾。3ターン防御力、しかも先制か。なんかでも攻撃があんまり強くないから、物理特技ダブルスラッシュもう一回いこうか。じゃあダブルスラッシュ、あ、やばい、物理特技がベルリンの盾が切れてしまったから、よし、これをやる。ベルリンの盾を使った。魔法防御もが上がった。スパークを唱えた。イレブで、よし、いいぞ。これで守りながら戦えばいつかは勝てる。あ、ちょっと待って、そうか、 TP がなくなっちゃったからどうしよう。じゃあこれ効くかな、もう一回やってみよっか。よし、もう一回大事の鉄槌。何も、あ、やばい、ターン8になっちゃった。このままじゃ負けてしまう。じゃあ普通に攻撃、ダメージを受けていない、いいぞ。ターン7、あれ、ターンが9回目。これはまずい。ターン10だからもう戦うしかないんだよね。じゃあ攻撃、ブラックホールを唱えた。うわー、すごい。あー、破れてしまった。ハハハハ、弱い、弱すぎるぞ勇者イレイ。くそ、ここまでか。さあここでおとなしく死んでもらうぜ。あ、ここは同じと、という夢を見たんだ昨日な。そうなんだよ、夢なんだよ。そっか、なかなか剣も強くないと、あと魔法攻撃的、魔法攻撃効かなかったからね。なんかやっぱり強い剣がないと勝てない。よし、長い魔薬は省略。じゃあサクッといこう。頑張っていい装備を揃えよう。ロングモノ落ちた。お、なかなかいいね。あ、でもスキルがない。
ブレイブソード、なんだこれ。よくない。よくないよ。あ、でもスキルはある。どう？フランドバック。フランドバック。あ、これ盾なの？プラス140。スキルなし。あんまり良くない。じゃあこれ。勇者の剣。勇者の剣ダメ！勇者の剣！ちょっと待って。じゃあ次これ。何も言ってない。これ。どこから見ても盾を手に入れた。プラス300。あ、ちょっと上がったね。で、次これ。志村剣を手に入れた。あ、志村剣。プラス480。スキルもあると。スキルどんなんだろうね。気になるね。何も言ってなかった。あ、ラスト1個。昭和キャップを手に入れた。昭和キャップ。ちょっと待って。どうしよう。志村剣のスキルが見たいから、このまま行ってみようか。よし。このまま行ってみるぞ。サクッとサクッと。はい。いろいろと省略。はい。じゃ、戦闘開始。戦う。ちょっと待って。あ、違う違う違う。バカみたいに強い一撃。と、名前からすでに強そうだろう。俺もそう思う。え、これは立つんだ、じ、も、お、た、立てー！立つんだーっていうことだね。おっと危ない。こいつはただの盾だぞ。普通の防御よりも効果が高いんだぜ。先制するぜ。先制はしてくれる。そうか。さあ、志村健がどこまで強いのか。じゃあこのバカみたいに強い刺激で。お !85,669。なるほど。あ、でももう死にそう死にそう死にそうだから。これをするしかない。フレーバー盾を使った。フレーバー159。おー !258 で持ちこたえた。でも攻撃できなかったから。あー、まずい。まずい。死んでしまう。これでもがくしかない。あ、ダメでした。ダメでした。しょうがない。行かなかったね。あの装備じゃね。よし。次こそは。はい。いい装備を取って。お、ロングモノ落ちそう。あ、なかなかいいやつ。あ、でもスキルがないな。お風呂の蓋？お風呂の蓋どの部分？あ、お風呂の蓋は縦なのか。プラス450。あ、スキルがない。ブランドバッグ。あ、ブランドバッグ弱いやつ。あ、スキル、なし。大きな生昆布。あ、生昆布めちゃめちゃ弱い。アイアンソード。アイアンソード、スキル、アスイ。でもちょっと弱くなった。ノーマルソード？え、ノーマルソードめちゃくちゃ弱いじゃないか。ちょっと待ってくれ。チョコソフトの帽子？チョコソフトの帽子？あ、プラス200。まあ、ないよりいいよね。じゃあ次これ。あ、またチョコソフトの帽子。じゃあ次これ。あ、ブランドバッグ。これちょっと悲しすぎる。よし、これを使う。これを使ってみよう。2周目からのサービス、このクリスタルに触れると、装備品集めをやり直せるぞ。そうじゃないよ、本当だよ。よし、これをやるぞ。え、複雑だった。バニースーツ。バニースーツ、かわいいやつ。じゃあ次これ、シルバーソード。あ、なかなかいいシルバーソード。次、曰く付きソード。なんだこれ。あー！マイナス999！ ちょっとこれ、やばい。勇者の剣を手に入れた。あ、プラス1。フレインアーマー。ちょっとこれはやだな。もう一回できるのかな？もう一回。あ、もう一回できる。よし。あ、増えた増えた。おし。やっぱりたくさんないと困るよね。これ。部屋見のニット帽。プラス100。スキルなし。ハイパン。プラス120。スキルあり。タブレット端末。あ、160。スキルなし。ゴールデンヘルム。お、上がった。プラス580。スキルがありと。次これ。割引券。
割引券プラス25、スキルあり。と、盗難防止。お、盗難防止いい。じゃあ、帽子以外を取りたい。クリアファイル。あ、クリアファイル弱い。おしゃれなバンダナ。あ、下がった。もう頭部分はいらなかったのにな。じゃあ次これ、フォトフレーム。お、フォトフレーム上がった。プラス650。もうスキルがない。剣が欲しい。剣と体。前の落書き帳を手に入れた。なんだ、なんか恥ずかしそうな落書き帳。320、スキルもないか。空っぽ。ランドバッグは弱い。で次これ、ノーマルソード。あ、ちょっと上がった。次これ、クリアファイル。あー弱い。こんにゃく。30。ポロリシャツ、ポロリシャツ、ポロリシャツちょっと高かった。ノーマルソード、ノーマルソード同じ。次、鎧、あ、鎧強い。全部開けちゃおっか。バニースーツ。あー下がった。次、これ。大きな生昆布。プラス1。マジか。オートフレームよ。あ、オートフレーム強い。次、お、メンズブラ、メンズブラ強い。よし、あと1個。あ、ブランドバッグ。これちょっとやだね。どうしよう。よし、じゃあこれ、ごめん、もう一回やって、もうこれが、このキラキラのクリスタルはこれで終わっといて、で、次のこの宝箱、これでもう魔王に挑みます。こんにゃくか。チョコのソフト、なんか食べ物で揃えてるぞ。シャワーキャップ、あ、シャワーキャップ弱い。マニースーツ、マニースーツ。表示看板、あ、わかったわかった。取り出す、プラス50。え、ちょっと待って、すごい弱いぞ。お、プレイヤーアーマー、あ、なかなかいい。ノーマルソード、ちょっと平均的な、なんだろう、このなんか中盤の装備みたいな感じだよね。ヒョウ柄の T シャツ、お、上がりました。宝箱はあと2個と。よし、あと2個で開けて、あ、同じ。じゃあ最後の1個、頭が欲しいな。お、来た。お、いい。魔法攻撃プラス999。なかなか、攻撃が、魔法攻撃がいい感じ。じゃあ、ちょっとこれで行ってみましょう。待ちくたびれたからいろいろと省略、勝負だ。よし、勝負だ魔王。これで多分勝てないとは思うけど、頑張るよ。どうしたらいいかな。お、太陽光レーザー、日焼けどころじゃ済まないぜ。これと砂糖水、甘い砂糖水を生み出すと、魔力が高ければ高いほど甘い砂糖水になると。魔力が高く、どういうことだ。これなんか回復魔法とかなのかな。とりあえずこれすごそうだから、これ行ってみよう。入れば太陽光レーザーを唱えた。おお、おお、すごい、結構強かったね。どう、なんか攻撃防御がいいのか使っていないみたいなので、
ダブルスラッシュはやってないか。ターン3回目、どっちが強いか。あ、4万台だった。魔法特技とどっちが強い。4万台が2回と13万5千。いや絶対こっちだね。じゃあこれをやっていけばこの装備でも勝てるかもしれない。よし、ターン5。よし、倒した。魔法で倒した。イレンの勝利。よし、なんだと、この俺が。よっしゃ、魔王倒した。イカリア君